議長の許可を得ましたので、通告に従い、一般質問をさせていただきます。未来志向型を掲げる市長におきまして、今後の辰野市の在り方、未来についての質問をさせていただきます。これからは少子高齢化が進むことが明白となっております。課題は施政方針にもございましたが、人口減少に歯止めをかけ、若者が定住し、安心して子育てできる環境づくりの充実が必要とあります。具体的な計画、施策について質問をさせていただきます。1番、定住を促す施策として、1番、市街化調整区域においては、自分の土地の田んぼに息子夫婦が家を建てたいと思っていても建てられない現状がある。先日、辰野夢未来ミーティングで、市長が何とか家を建てられるようにしたいとの答弁があったが、具体的な計画、進捗を伺いたいと思います。2番、平成28年度には市街化区域の見直しが行われるとあったが、誰がどのような会議を経て決定するのか、また住民はその会議に加わることは可能なのか。3番、市街化区域における市街化促進策への本市の取り組みを伺いたいと思います。大きな2番、市民病院の現在の運営状況について、1番、平成25年度において、本市が市の職員に福利厚生費として支出している健康診断費用はいくらか、2番、その中で辰野市内の病院での利用額はいくらか、失礼いたしました。3番、本会議にて説明をのため出席を求めた者、約60名の中で、平成25年度に人間ドックや診察を市民病院で受けたことがある人数はどのくらいか、4番、ケアホーム密で稼働率が減少している理由は何か、5番、今後市民病院をどのように運営していくつもりか、大きな3番、認定こども園、また教育方針について質問いたします。1番、今後、本市としてはすべての地区で認定こども園に移行していく方針なのか。2番、保護者には小学校区内の認定こども園を利用してもらう方向性なのか。3番、保育料金について、3人目からは無料とあるが、上の子どもが小学校に入学すると、保育料を支払うことになります。小学生、中学生ほどお金がかかることは明白。3人目からの無料化は考えられないのか。4番、本市として姫路市の幼児教育共通カリキュラムのような共通のカリキュラム作成は考えていないのか。5番、病後児保育は今後拡充していくのか。6番、ALT が現在中学校に在住ですが、小学校または子ども園に重点を置くことを考えてはどうか。7番、きめ細やかな教育のために、園や学校の先生を増やすなど、教育費にもっとお金をかけてはどうか。以上、よろしくお願いいたします。はい、都市建設部長。4番、木南祐樹議員のご質問のうち、1点目のご質問の定住を促す施策についてお答えいたします。まず、1番目のご質問の市街化調整区域における建築規制の緩和に向けた計画及びその進捗状況についてでございますが、本市では県の特別指定区域制度を活用することにより、土地の遅延に関係なく、新たに住宅の建築が可能となる新規居住者の住宅区域を平成27年度の指定に向けて検討を始めております。次に2番目のご質問の市街化区域の見直しについてでございますが、市街化区域の見直しにつきましては、兵庫県が地域の実情を踏まえ、おおむね5年ごとに実施することになっており、県が市の申し出案について関係機関協議、住民説明会、公聴会により原案を作成し、案の縦覧を経て、県及び市の都市計画審議会へ諮問し、国の同意を得た後、決定されるものでございます。住民が会議に加わることにつきましては、辰野市都市計画審議会において、住民の代表として連合自治会から6名の委員を推薦していただき、審議をお願いしているところでございます。なお、兵庫県都市計画審議会及び辰野市都市計画審議会につきましては、
公開審議のため傍聴が可能となっております。次に3番目のご質問の市街化促進策への取り組みについてでございますが、近年の都市計画法の改正において高齢化や人口減少が進む中、拠点ごとに都市機能が集積するコンパクトな街づくりが示されております。本市の取り組みといたしましては、交通ネットワークの核となる JR 本辰野駅及び JR 播磨新宮駅の周辺整備事業を実施し、公共交通の利便性の向上に努めているほか、現在は JR 辰野駅周辺整備に向けて、辰野駅周辺地区まちづくり協議会とともに、まちづくり基本計画の作成作業を進めているところでございます。また、辰野地域においては、集客施設の誘導・集積を図るため、商業系用途地域を拡大いたしております。いずれにいたしましても、住み続けたいふるさと辰野の創造に向け、引き続き特別指定区域制度等を有効に活用し、快適で魅力あふれたまちづくりを進めてまいりたいと考えておりますので、何とぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。市民病院事務局長。引き続きまして2点目のご質問の市民病院の現在の運営状況についてお答えいたします。まず1番目のご質問の平成25年度において市の職員に福利厚生費として助成している健康診断費用はいくらか、および2番目のご質問のその中で辰野市内の病院での利用額はいくらかについてでございますが、平成25年度に職員の福利厚生費として支出いたしました健康診断にかかる費用は533万2873円でございます。そのうち市内の病院での利用額は133万6195円となっております。次に3番目のご質問の本会議に説明のため出席を求めた者のうち、平成25年度に人間ドックや診察を市民病院で受けたことがある人数はどのくらいかについてでございますが、市民病院で人間ドックを受けた者は6名、診察を受けた者は17名でございました。次に4番目のご質問のケアホーム密で稼働率が減少している理由は何かについてでございますが、ケアホーム密は昭和43年3月に完成した建物で、建築後46年が経過しており、施設の老朽化というハード面での魅力が減少していること、介護、医療など関係機関との連携が不足していたことなどが稼働率の減少に陥った理由ではないかと考えているところでございます。次に5番目のご質問の、今後市民病院をどのように運営していくつもりかについてでございますが、議員ご報奨のとおり、辰野市民病院は昭和27年4月に開院、平成24年11月には施設老朽化に伴います改築工事を竣工し、新たなスタートから約2年が経過したところでございます。一方、病院事業の決算につきましては、近年の医師不足による診療体制の縮小に加え、診療報酬の引き下げにより、収支状況が著しく悪化している状況でございます。この主な原因は、常勤医師が平成17年度末の15名から現在では9名にまで減少してきたことにより、医療収益が減少したことに伴います要因が大きいものと考えているところでございます。病院運営におきましては、収支改善が喫緊の最重要課題であることを病院の全職員が十分に認識し、経費削減と収入増加の両面において、この対策を講じ、着実に実行に移していくことが必要であると考えているところでございます。また、公立病院としての救急医療を堅持し、診療所、介護、福祉関連事業所との一層の連携を図り、市民から求められる医療サービスの提供に努め、地域医療に貢献してまいる所存でございますので、何とぞご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。
健康福祉部長。引き続きまして3点目の認定こども園教育方針についてのご質問のうち、1番目のご質問の認定こども園への移行方針についてお答えいたします。議員ご交渉のとおり、平成27年4月から子ども子育て支援新制度がスタートいたします。この制度の中で大きな取り組みといたしましては、幼稚園と保育所の優れたところを一つにした幼保連携型認定こども園の普及を図るという点でございます。兵庫県におきましても認定こども園の推進は重要施策となっており、本年4月現在における県下の認定こども園数は118園で、2年連続で全国第1位となっております。本市におきましてもこの認定こども園を推進してまいりたいと考えており、各地域の事情を勘案し、義務教育にスムーズにつながる就学前児童の平等な教育保育及び子育て支援を確立することを基本方針として、市内の幼稚園保育所を再編し、幼保連携型認定こども園に移行いたしたく考えております。具体的には幼保連携型認定こども園を原則として小学校区に1園は設置することとし、市街地や校区の広い地域等は複数園とすること、また法人の意向にも配慮しながら整備していきたく考えております。次に2番目のご質問の小学校区内の認定こども園の利用についてお答えいたします。認定こども園は保育所と同様に園区という考え方がないため、市内のどの園でも利用が可能でございます。また新制度を推進するため、幼稚園の園区は廃止する予定であり、市内どの幼稚園の利用も可能となります。ただし小学校はこれまで通り 学校区が定められており、さらに小学校では地域の幼稚園や保育所と連携した事業を数多く実施していることから、居住地の校区内の認定こども園や幼稚園に通園していただくことが児童にとって一番良いものと考えるものでございます。次に3点目のご質問の3人目以降の保育料無料化についてお答えいたします。現行の保育所保育料は、小学校就学前の児童が2人以上いる場合、最年長の児童を第1子、その下の児童を第2子とカウントいたします。第1子の保育料は全額負担となりますが、第2子は半額、第3子以降は無料となるものでございます。また現行の幼稚園保育料については、同一世帯から同時に2人以上入園した場合は2人目以降の保育料が半額になるものでございます。また兵庫県の補助事業といたしまして、兵庫多子世帯保育料軽減制度があり、認可保育所に通う多子世帯の児童の保育料の一部を助成するものでございます。この事業は18歳未満の児童が3人以上おり、第3番目以降の子どもが現在認可保育所に通っており、世帯の前年の所得税額の合計金額が9万6600円以下の世帯が対象となっております。助成額は3歳児未満には月額5500円を限度に、3歳以上時には月額4000円を限度に補助するものでございます。本事業は幼稚園におきましても所得制限内であれば、多子世帯に対し第3子以降は保育料月額5000円を超える部分について補助いたしております。このようなことから、新制度におきましても保育料の軽減を引き続き実施いたしたく検討しているところでございます。次に5番目のご質問の病後児保育の拡充についてお答えいたします。養護児保育は本年度から揖保川町の真彩学園で実施しており、利用状況は8月末現在で5名となっております。また、辰野市社会福祉協議会のファミリーサポートセンターでも同種のサービスがございますが、8月末現在で病児・病後児による利用がないのが実情でございます。今後におきましては、1年間の利用実績と保護者の要望などを踏まえて検討してまいりたいと考えておりますので、何とぞご理解賜りますようお願い申し上げます。教育長。
引き続きまして3点目の4番目のご質問の幼児教育・保育の共通カリキュラム作成についてお答えいたします。平成26年4月に内閣府・文部科学省・厚生労働省の連名で幼保連携型認定こども園教育・保育要領が示され、現在この要領に基づき幼稚園長と保育園長によりカリキュラムの作成を検討中でございます。次に6番目のご質問の小学校および認定こども園における ALT の配置についてお答えいたします。現在小学校では外国語活動の授業において月1回程度 ALT と学級担任とで授業を実施しているところでございますが、乳幼児期は心情、意欲、態度、基本的生活習慣等生涯にわたる人格形成の基礎が培われる重要な時期でございます。こうした人格形成の基礎がしっかり身につくことが一番と考えているところでございますので、 ALT による国際的な教育については今後の検討課題といたしたく考えております。次に7番目のご質問のきめ細やかな教育のためのさらなる取り組みについてお答えいたします。幼稚園と保育所を統合した幼保連携型認定こども園を推進することで、子どもたちの集団教育と保育を確保するとともに、家庭で子育てをしている保護者に対する子育て支援施策についてもさらに充実してまいりたいと考えております。また、職員配置については、児童に対しきめ細かな十分な対応ができるよう、認定こども園への移行にあたりまして十分に配慮してまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。ここで暫時休憩といたします。再開は午前10時55分。
まもなく本会議を再開いたしますので、議場にご参集ください。まもなく本会議を再開いたしますので、議場にご参集ください。休憩前に引き続き会議を再開します。4番、木南祐樹議員。はい。それでは、順番に再質問をさせていただきたいと思います。中盤の提示を流す施策についてなんですが、ちょっとごめんなさい、あまりちょっとわからないんですが、現状では市街化調整区域では家は建てられないのですか、建てられるのでしょうか、そこをお答えいただけますか。はい、都市建設部長。住宅建築に厳しい制限はございますけれども、建てることは可能でございます。4番、木南祐樹議員。はい、建てることは可能ということですが、そこについては、その市街化調整区域の市民の方々は、理解をしているというふうに認識でよろしいでしょうか。はい、どのように周知をしているということなんでしょうか。はい、都市建設部長。周知ということでございますけれども、調整区域におきましては、市街化を抑制する区域ということで、市街化調整区域設定当時から、その説明はされているものというふうには感じておるわけなんですけれども、遅延者住宅の区域ということで、近年、調整区域の建築規制緩和を目指すために、そういう制度を兵庫県の方が作りまして、市が導入いたしました。その時におきましても各自治会等で説明をさせていただいてますので、市街化調整区域における、建築制限についてはご理解いただいているというふうに認識しておられます。4番、木南祐樹議員。はい、その遅延者制度の件なんですが、そちらにつきましては、どのぐらいの頻度で、地元の自治会に説明をされているという形をされているんでしょうか。都市建設部長。申し訳ございません。その、制度を導入するときの説明会の資料等につきましては、ちょっと持ち合わせがございませんので、ちょっとお答えはできないんですけれども、制度につきましても、ホームページの方等にも載ってございますので、また閲覧していただければ、またそれが周知も可能かなというふうには考えてございます。4番、木南祐樹議員。はい、その遅延者制度は確か、住民票が10年ないとできないというような、そういった規定もあると思うんですけれども、例えば、その市街化調整区域に住まれている方が家を建てたいとなったときに、それをまず知っていただくこと、その建てれるんですよということを知っていただくことを市として、お願いをしたいなと、でないと、多分建てられないなというふうに思ってしまっているので、またどこかを探そうと。まず市街化調整区域に住まれている方が家を建てれるということを知っていただくようなことをしていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。都市建設部長。例えば出前講座でございますとかいうような機会を捉えて、お呼びいただければ地区に行きましてご説明もさせていただきたいというふうに考えます。4番、木南祐樹議員。はい、市街化調整区域につきましては、まず市としては、市街化を埋めてからというようなところの意向だとは思うんですが、この市街化区域におきまして、例えば今、まだ田んぼであったりしているところがあると思うんですけど、ここにつきましては、まず市からは自治会、もしくは地権者さんに、ここは市街化ですので、市街化にしましょうと。そういった説明というのは、随時行われているのでしょうか。都市建設部長。市街化区域ですけれども、
実際は150ヘクタールほど市の中に、まあ、農地として残っているのが現状でございまして、そこにつきまして、あえて、何か誘導してほしいとかというようなアナウンスの方はしてございません。4番、木村祐樹議員。はい、実際的に難しいと思うんですよね。田んぼがありまして、そこは、市街化ですんで、まあ、不動産業者さんが買えると、で買った時に家を建てますとなった時に、今度また家がどん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 建ってしまうと道路の問題であったりとかすると思いますので、まずはその、市街化区域を埋めるということであれば、そこの市街化の自治会長さん、また地権者さん、また、自治会の、まあ、役員の方々に、まず市としてはここが市街化ですのでどうしましょうという投げかけをしていただかないと、なかなか自治会長さんで力を持っている方はそういった形で動かれると思うんですけれども、なかなか動けないんじゃないかなと。知っていただいた上で、いや私は売らないというのであればそれは仕方ないと思うんですが、まずは市が主導していただいて、ここは市街化調整、市街化区域ですよと、都市計画税を支払っていますんで、まあ、市街化にしましょうと、どうしましょうという会議を、まあ、これから開いていただかないと、まず周知していただかないと市街化にはならないと思うんですが、いかがでしょう。検察部長。まあ、土地につきましても個人様の所有物であるということが一番になってまいりますので、個人の意向というものが非常に反映されてくるところがございます。で、まあ、地域によりましては開発業者さんが入られまして、住宅地というのも建っておるような状況でございますので、まあ、どこに建つというのは皆さんご存知であるというふうには認識をしてございますけれども、その後のこの開発の促進につきましては、少し考えさせていただきたいと思います。4番、木南祐樹議員。はい、よろしくお願いしたいと思います。続きまして、2番の市民病院につきましていきたいと思うんですが、先ほどの、利用者数がですね、まあ、実際533万円福利厚生費で、市内としては133万円と、いわゆる市外に約400万ほど流れていると。で、この会議にて出席いただいた方で、人間ドックの方が6名と、診察が17名という、ご答弁いただいたんですが、この中で市民病院を利用したことがない方々で、その市民病院を利用しない理由をもしお答えできる方がいらっしゃれば教えていただきたいんですけど。はい、どなたか。はい、家部長、市民病院事務局長。ただいまの質問ですけどね、実は私も4月から事務局として行きましたんですが、まあ、それ以前はですね、市民病院診察も人間ドックもかかっておりませんでした。まあ、診察につきましてはね、やはり必要に応じて、まあ、風邪とか軽い病気の場合は近くに開業医師がございますので、そちらにかかりつけ医のところかかっておりました。また人間ドックにつきましてはですね、通常継続してこう数値がありますので、まあほとんど変えずに一定の期間ですね、私の場合は姫路医師会病院の方に長いこと通った、そういった事情も、個人的な事情もあるものと存じておりますので、どうぞご理解願いします。本番、木南祐樹議員。はい、お答えにくいところありがとうございます。その診察とかというのは辰野市内の病院で利用されていらっしゃったんでしょうか。病院事務局長。近くに、まあ、歩いてでも行けるような、ね、距離にたまたま通いございますので、そちらで診察の方は受けさせていただいておりました。4番、木村祐樹議員。はい、実際、そういう形であればいいと思うんですが、実際、私が主にはですね、その、まあ、データの問題であったりとかいう答えを伺ったりもするんですが、健康に意識があるのであれば、実際的に皆さんが定年退職をされたとき、どちらの病院を利用されるのかなと、実際に今の病院をそのまま継続して利用されるなのかなと、実際的には今市民病院に変えられると、定年して、まあ、これから多分町ぐるみ検診を受けられたりとか社会保険を掲げて、まあ、その病院を受けられたりすると思うんですけど、今のうちに市民病院を利用されると実際的にデータは今からのが残りますので、逆に今利用していただく方がいいと思うんですけども、そういった部分、市長いかがでしょう。市長。
りますが、私も実は市民病院にはかかっておりませんで、小さい頃からかかりつけ医という方がいらっしゃるものですから、大体はそちらの方でお世話になっております。で、ご案内のように一度ですね、やはり利用させていただいて、その医療機関と信頼関係ができればですね、これはずっと続いていくもんだというふうに思っております。で、そういう意味で現在の市民病院がですね、そういう市民の方々の健康増進のためにしっかりやっていただいているんですけれども、市民の方々とお医者さんですね、医療機関としての信頼関係がしっかり成り立つように、これからしっかりと医師の確保も含めてですね、市民病院としての役割を十分に果たしていけるように、充実をさせていきたいということで、まず医師確保を最優先に、今関係者とですね、協議を進めて積極的に、働きかけているところでございますので、これからも温かい、目でですね、見守りをいただきたいというふうに思っております。4番君の勇気議員。はい、もう少しちょっと少し、数字の方を述べさせていただきますと、平成25年度までは欠損金の累計が約13億で、営業外収益の高い系負担金、これ一般会計から入っていると思うんですが、平成20年から26年までの6年間で19億6000万、つまりもし病院単体だけの運営をしていると約33億の欠損金がなっているという状態だと思うんですね。この状態をいつまで続けるのかということで、先ほどの、市民病院を利用したことがというのが、17名ということなんですが、私が個人的に思いますのは、会社でいうと、こちらにいらっしゃる方々は取締役のような方々で、経験豊富でまた知識もあるということですので、まず利用していただかないと現状がわからないんじゃないかなと。こんだけの赤字額が出ているという部分で、やはり、市長がトップセールスをされるというふうにおっしゃってましたが、またそういうようないろいろな角度からの経営を携わっていただかないとなかなか難しいんではないかなと。今の状態でいうと本当に市民病院をというのが伊江さんに全て任せているような感じでしか見えないと思いますので、もう少し意識を持っていただきたいなというふうに思います。で、平成22年度と25年度を比較しますと、患者数と看護師なんですが、その割合が平成22年度ですと1人当たり1207人、平成25年度ですと1149人、病床数も22年度から比較しますと77床から72床と減少していると思いますが、今の状態でいうと看護師が余っているように見えると思うんですが、それを解消できる方法について今のところ何かお考えがありましたらお伺いしたいんですが。市民病院事務局長。ただいまのご質問のうち、欠損金の額ですね、これは誠に膨大な額になっておりまして、これは運営に携わる私以下ですね、全ての、病院の職員がこれは大いに自覚してですね、当事者としてね、やはりそれを意識してですね、できることからもう即改善していかなあかんというようなことで、これは職員すべてにこう周知するようなね、環境の改善に努めているところでございます。それで今最後のご質問の、職員が余っとんじゃないかと、特に看護師が一番多いということですね。ただこれ病棟がですね、3病棟ございまして、40人の入院の 病床数に対しまして、これ1病棟あたりやはり最低16人はいると聞いております。言いますのが夜勤とかの関係ですね、今3交代業務しとるんですが、これ2人夜勤が必要やということで、例えば極端な話ですね、入院患者数が極端に減った場合でもそれを運営していくためには最低16人いると、現在は19名おるわけですけど、ね、いったこともあります。
まあ、これをまあ先ほどの欠損金をどうするのかという話をと鑑みますとですね、やはりこの病床の稼働率をね、これ上げる以外にないというふうなあのことの、私としてはそういう結果を認識しております。ということで、それを病床を埋めるということになりますとね、やはりあの常勤医師の確保がこれは必須の課題だということで、そのあたりをもう集中的にあの今年度どうやってあの医師を確保するのかということを模索している最中で、行けるところはまあ行ってですね、訪問してですね、まあ、市長にもお願いして訪問していただく予定もしております。まあ、そういったことであの認識しておりますので、どうぞご理解の方よろしくお願いしたいと思います。4番、君山祐樹議員。はい、まあ、医師不足ということなんですが、まあ、他の原因についてもちょっとお伺いをしたいと思うんですが、例えば平成22年度の公営企業会計の決算審査意見書を参考にさせていただいたところ、結びでは小児科医師が常勤となり患者数が大幅に伸びたとあるんですが、平成25年度の場合ですと、小児科が常勤医師の退職により前年度と比べ1713人減少したと。この常勤医師が先ほども15名から9名という形で減ったというふうにおっしゃっているんですが、その原因としては何が原因なんでしょうか。市民病院事務局長。私は小児科の、ね、常勤医師が、退職されたということで、これはまあ理由といたしましては、ちょっと自己都合で辞められたということしか私は聞いておりませんが、やはり患者数が減ったといいますのは、やはり常勤医師から現在も週1回の非常勤医師だけの診察になっていますので、それが一番大きな原因でございます。で、一般的にですね、医師が退職される理由といたしましては、例えば病院の後を継ぐとかね、新たに病院開業されるとか、そういった理由が多いかと思います。以上でございます。4番、君山祐樹議員。はい、まあ、医師不足というのとあるんですが、まあ、会派でもですね、地域医療問題を考えるという題目で地域の市民病院についての研修を受講してきたんですけども、本当に、まあ、今の欠損金がこれほどの額になっていると、本当に経営を良くするためにというのは、まあ、事務局長A さんがというわけではなくて、やはり専門職にしないとですね、医療というのはなかなかやっぱ専門的になりますので、そういった専門職にした方がいいというふうな報告もありまして、まあ、会派でもそういうふうに考えているんですが、やはり専門職というのは市長お考えではないでしょうか。市長。貴重なご提言でございます。参考にさせていただきたいと思いますが、まあ、事務局長というのは専門的な知識も当然必要であります。まあ、そういうことは家局長にも期待をしておりますし、それから局長に言っていただいておりますけれども、複数年はしっかりと経営基盤を確立するために努力をしていただきたいという、そういう思いで実は言っていただいております。で、大いに期待をさせていただいております。で、専門職はやっぱり専門職としての知識をこれ持っておられてですね、それはそれで素晴らしいことだと思います。で、ただ事務局長といいますと、全体の組織の運営とかですね、それからまあ将来的な展望とか、院長先生の思いを職員の皆様で反映するとか、マネジメント的な仕事も必要でございますんで、まあ、そういう意味で専門職にこだわらず、今まで市行政の中でそれなりの実績を上げてくださった方にですね、期待を込めていっていただいていると。そして事務次長にもですね、多少経験のあるものに行っていただいたりとか、そういうこともしておりますので、専門職にこだわらず、その病院経営全体をですね、見られる視野の広い方に行っていただいて、あくまでも病院全体の経営についてはこれ院長先生のお力によるものでございますので、院長先生の思いとか院長先生の力量、そういうものが発揮しやすい、そういう病院市民病院のその環境というもの、そういうものを作っていただくようにお願いしてますので、まあ、専門職という視点もありますけれども、今後はそういうことも検討させていただきたいと思いますけれども、当面はですね、市役所のホープを投入していって改善を図っていきたいと、そういうふうに
思っておりますので、ご理解をよろしくお願いします。4番、木南祐樹議員。はい、ぜひとも、先ほどの利用者の分がそれほど多くないので、ぜひとも利用していただきたいなと思います。で、私も言ってましたんで、行ってきました、検診を受けさせていただきました。施設もきれいですし、設備もすごいいいです。で、その時、看護師さん、事務所の事務方、またお医者さんもですね、丁寧にお答えをいただいたので、本当にもったいないなと思っています。で、市民病院であるからこそできることというのがあると思いますので、ぜひともそこに関しましては、本当にこちらにいらっしゃる方々が、やはり知恵を結集してですね、ぜひともいい状態に持っていっていただきたいなということを期待したいと思いますし、またその分、経営が改善されれば、各課にも予算がつくと思いますので、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。続きまして3番の、認定こども園と教育についてお伺いしたいんですが、ちょっと確認なんですが、認定こども園において長時間11時間というのがあると思うんですが、何時から何時の予定でしょうか。健康福祉部長。長時間といいますか、保育標準時間といいまして、一応11時間で、今のところ朝の7時から夕方の6時までというふうに考えております。4番木南祐樹議員。はい、私立ではですね、朝7時から大体19時のいうところが多いと思うんですが、18時というふうにおっしゃっていただきましたが、この19時までの延長保育というのは、公立の場合本市が行う予定でしょうか。健康福祉部長。はい、現在のところ、職員体制の関係とか、そういったことで、やらせていただいたらいいんですけども、なかなか、その辺が難しいということで、その分については民間さんの方へ、お任せしたいということで、民間の方にも、全部で14円民間あるんですけども、そのうち、12円の施設で、延長保育、1時間延長していただいたんですけども、その分について市の方からは約6500万の補助金を出して、民間さんの方にお願いしておるというような状況でございます。4番木南祐樹議員。保護者としてですね、特に4歳5歳というのは小学校区内の園に通わせたいという親が、やはり小学校のことを考えますと、同じ友達がとかですね、同じ知り合いの親さんがということでいうところがあると思うんですね。で、今回認定こども園化を進めるにあたって、幼稚園ではなく認定こども園になるということですので、やはりそこに関して地域の、小学校の区内はそこに行かなければいけないということなんでしょうが、やはりそこの整備というのをぜひとも私立も公立も関係なく、もうその地域に一つ認定こども園があるのであれば、やはり、同じ保育料でですし、そういったいわゆるイコール的なものを、やはり考えていただけたらと思うんですが、今のところは同じ預かり時間は考えてないという認識でよろしいでしょうか。健康福祉部長。はい、現在のところは11時間の保育標準時間をしっかりとやっていきたいということで、今後の検討課題とさせていただきたいと思います。4番木南祐樹議員。はい、それでは括弧の3番の保育料金についてなんですが、これもですね、国としては、保育料を無償化したいという考え方が、昨今 の7月15日の下村文部科学大臣がおっしゃってまして、来年から360万以下、年収360万以下の5歳児には無償化しようかというようなことの発言をされてましたが、消費税の増税の問題もあり、どうなるかというのはまだ不透明なところがあると思うんですが、実際的に辰野市でも早めにこの保育料というのがですね、やはり小学校なり幼稚園なりに比べるとどうしても高く見えてしまうと。で、特に3人目からというのは、いわゆる小学校、中学校に上がるとですね、また3人目からでも保育料がかかってしまうと。3人目というのはですね、もう今の少子高齢化において、3人生まれたらですね、もう3人目はすべて無償化というような、そういったぐらいの制度を利用してはいかがと思うんですが、いかがでしょうか。ご副支部長。その分を軽減させていただいていいんですけども、やはり国の方でもそういった制度がございまして、今のところ国に準じた形でやっていきたいというふうに思っています。ただ国の方でも保育料の基準というのは
示されておるんですけれども、その国の基準から辰野市の場合は約3割減額して保育料を設定しておりますということは、まあ7割の分で保育料をお支払いいただいたんですけれども、まあそういったことでその3割分はどこが出すんだということなんですけど、それは結局まあ市民の方々のまあ税金をそこへ投入してまあ減額させていただいておるということでございますので、まあ現在のところはまあそういったことでまあご了解いただきたいなというふうに思います。4番木南雄貴議員。はい、まあこれからですね、少子高齢化になりましても各自治体もいわゆる子育て世代という働き手だったり、まあ本市でも定住化促進を進めてますが、まあそういった形で取り合いになると思うんですね。その中で辰野市というのがどういう特色があるかというのが、やはりこういった子育て世代がこの町に住もうかな、この市に住もうかなということになると思いますので、まあ、国の、一律一緒にというのも一つなんでしょうが、まあ、今、3割負担、本市の方がしていただいているというところなんですが、できればですね、そこを、まあ、財源はいると思うんですが、5割ですとか、また現行の保育園料金に合わせるなど、ちょっと特色を持たせるようなことを考えてはいかがかなというふうに思います。まあ、それとともにちょっとお金の話でいきますと、まあ、出生祝い金ですね、こちらも今、第1子が5000円、第2子が1万円という形になっているんですが、これもですね、まあ、ないよりはない、いいかもしれないんですが、やはりせっかくそういった形でお祝い金を出すのであれば、まあ、特色をもうちょっと出していただきたいなというふうに思うんですが、そこについて、見直しとかいうのは考えていらっしゃるでしょうか。以上、ご副事務長。はい、この出生祝い金につきましては、まあ、合併に際しまして、出生祝い金を出しておりましたのは、旧の、新宮町でございまして、まあ、その辺で、出生祝い金をまあどうするのかということで、いろいろとまあ議論があったんですけども、結局、最終的にまあそれをまあ踏襲して、まあ、金額、あの時、10万だったと思うんです。で、真摯にまあその分、そのまま持っていきますと非常に大きな市の負担にもなってしまうということで、まあ、第1子が5000円、次が5000円ずつ増えていくような形の、制度を、作ったということでございます。まあ、これにつきましても、費用対効果等、その辺の分について再検証いたしまして、実際に本当に少子化対策に効果があるのかどうか、一回また見直しをしてみたいなというふうに思っております。4番木南雄貴議員。はい、他の、ところで自治体などでちょっと確認しますと、例えば東京であれば区内の共通買い物券というものを発行したりしていると思うんですね。まあ、そこでいえば商業の発展もありますし、そういった、本市で生まれた子を本市でまた一緒に育てようというような形でちょっとその特色をですね、そろそろ出していかないと、やはりもう自治体の競争というのがこれから激化してくると思いますので、そういった部分につきまして本市も考えていただきたいなというふうに思います。先に5番の病後児保育につきましても同じ、児童福祉課さんの方ですので伺いたいと思うんですが、マーヤ保育園さんの利用が今のところ5名ということですが、これもですね、病児保育ですね、これ保護者の方が安心して仕事ができるような環境づくりというのが大事だと思うんですが、この病児保育につきましては今市としては考えていらっしゃらないでしょうか。部長、健康福祉部長。はい、病児保育も、実際のところやりたいんですけども、なかなか、これについては病児保育をやるとしますと、やはり医療機関が、実施するんですか、そういった形になると思うんです。そういった形で、なかなか、この制度を受け入れて、いただく、医療機関、今のところ、ないということで、今後、そういったことも、検討課題というふうにしていきたいと思います。4番、木南雄貴。はい、前保育さんの場合は看護師さんを常時いらっしゃるということなんですが、やはりこの利用者さんの数では、それほど機能がというところもあってということだと思うんですが、せめてですね、地域に1人、例えば、新宮地区とかであればですね、5園、5地区ありますけれども、そのところに看護師なり、保健師さんなりを1人、配置していただくことで、例えば何かあったときにすぐに駆けつけれるような、そういったことをしていただくとですね、
何かあったときに今は保育士さんが対応されているという状態だと思うんですよね。そういった部分でいうと、やはりそういった各園に1人というよりかは、せめて地域に1人、そういった保育士さん、看護師さんというのを配置を考えていただいたらと思うんですが、いかがでしょうか。健康福祉部長。はい、施設型とそれから訪問型と、2つの類型がございまして、今おっしゃっておられますのは、おそらくその訪問型という形になるのかなというふうに思うんですけれども、訪問型というのは、ベビーシッターのような形で、病気になった子どもを、そのうちへ、行って、見るという、そういった手法もあります。それにつきましても、やってみたいというのは、ちょっと、そういう、施設が民間ですけれども、そういったこともおっしゃっておられますので、そういったこの方向で一回検討を進めていきたいなというふうに思っております。4番木村祐樹議員。はい、本当にですね、急を要するの場合とか、いわゆるインフルエンザとか、これから流行ってくる時期になってくると思うんですけれども、そういった部分でいうと、できる限り早く園を、そのお子さんを離れていただいた方が、今いるお子さんに移らなくていいと。で、実際のところファミリーサポートさんの今の現状では、病院まで連れてってくださるということのサポートはしてないはずですね。送り迎えまではできますが、このファミリーサポートさんの中ではそういった病院まで連れてってもらえるとか、そういったことをしていただくと、預ける親としても、すぐに迎えに行くのではなく、少しは時間があるというふうに思っていただけると思うので、そういったファミリーサポートさんの協力というものを、もうちょっとサービスの拡充というようなものは考えてはいかがかなと思うんですが、いかがでしょうか。以上、健康福祉部長。ファミリーサポート事業ですけれども、その分につきまして、やはり病後、回復期ですね、回復期の子どもさんを見るには、いいとは思うんですけども、やっぱりこう急性期で、熱がどんどん上がっていくような、そういった医者に連れていかないかんような状態、なかなか責任問題もございますので、今の体制、ちょっと難しいかなというふうに考えております。4番、木村祐樹議員。はい、子育て世代というところがですね、住みやすいような環境だと言って、今の現状ではなかなか、自分の親が迎えに行ってくださるような方々が多いとは思うんですが、これから新興住宅とかで人を入れるのであれば、もう共働きの親というのがこれから考えられると思いますので、そういった病児に関してどうしていくのかというものをまた一つ考えていただきたいなというふうに思います。続きまして、ちょっと4番戻りますが、姫路市の幼児共通カリキュラムのような作成をということなんですが、辰野市ではいわゆるこれもどんな子どもに育つのがというのが、やはり保護者としては関心があるんですけれども、いわゆる教育というのは未来への人づくりだと思います。この辰野に愛着を持ってもらえるように、また大きくなっても辰野市に住みたいと思ってもらえるような、そういったことを考えたいと思うんですが、今、2026年度の教育カリキュラムというものを拝見させていただいているんですが、いわゆる一言で市長がなり、教育長がですね、外にいたときに、辰野市で育てばこういうことができますよ、こういう子どもに育ちますよというようなキャッチフレーズ、分かりやすいようなことがあればですね、やはり本市としてのアピールというか、特色もできると思うんですが、6月議会でお伺いをしてたんですが、また3ヶ月経ちましたので、教育長としては、どんな子どもにしようというふうに考えていらっしゃるか、ちょっとお伺いをしたいんですけども。教育長。どんな子どもにしたいかという問い合わせなんですけども、要保ということにまず限って言いますと、これから、カリキュラムも作っていく中で考えていくわけですけれども、子どもたちが生活習慣、しっかり身につけて、そして、人と関わる力というか、コミュニケーションの力をしっかりと、育みながら、そして豊かな心と意欲、やる気というものが表に出るような、そんな子どもたちに育てていきたいというふうなことを思っております。4番、木村祐樹議員。はい、具体的な手法としてはどんなことを考えていらっしゃるんでしょうか。
育長。幼稚園の方ですけれども、本年度、我が園一自慢一宝、幼稚園事業というものを実施しております。各園で独自に主体的に地域の実態あるいは園の子どもたちの実態を見ながら取り組んでいるところでございますけれども、例えば英語で遊ぼうといった時間を設定したり、あるいはけん玉教室といったものをやったり、お茶教室、サッカー教室など、まあ、いろいろな人そして文化スポーツに触れ合うようなそんな時間帯を作って子どもたちの成長を図っているところでございます。4番木村美幸議員。はい、いろいろあると思うんですが、まあ、先ほど教育長が言われたようなお子さんに育つために、まあ、一つご提案というかあるんですが、まあ、今中学教育では武道を入れたりはしていると思うんですけども、やはり小学校ぐらいからですね、そういった武道なりを入れていただくと、やはりまあ人の痛みも分かるという、また礼節、また挨拶もできるような、そういったまあ心の部分を鍛えるという部分ですね、いろいろな取り組みもあると思うんですが、そういったものをまた一つ入れていただくと、これこそまた辰野市の特色というような形にはなると思いますので、そういったのも一つご提案としてさせていただきたいなと思っています。また、はい、お考えいただければと思います。まあ、結局人づくりには教育に人づくりのためにはお金がやはりちょっとかかると思うんですが、この部分についてはですね、やはり欧米について教育費というのは日本は少ないですので、まあ、国がとか他の市がというよりかは辰野市がやはりこういうことにお金をかけているんだよというような取り組みをしていただきたいなというふうに思っております。で、6番の ALT につきましてですが、これも先ほどおっしゃっていただいたんですが、やはりもう中学校ですと受験勉強の時期になってきますので、なかなかやはり英語に対しての興味というのが、やはり受験勉強の方に行ってしまいますので、そこら辺でいうと ALT の方々とも話をするとですね、やはり小学校からやっていった方がやはり英語についての興味も湧くと。で、現在の中で私立の保育園であれば英語教育はあると思うんですが、公立の保育園には英語教育がまだ行ってないというような状態もあると思います。そういった、まあ、これも特色の一つだと思うんですが、そういった小学校に対して、まあ、英語教諭で、ただ小学校に入れるとなったときにですね、これも今の現状でいうと学校の先生にやっていただくというのは、私も英語教育に携わってますけど難しいと思います。もうここに関しては専門の方を入れていただかないと、きちっとした英語教育というか、やはり自信がないのに教えていただくのもちょっとやっぱり誤った英語になると思いますので、そこに関しましてはやはり市として、いわゆる英語の専門家の教師なりを置いていただきたいなというふうに思ったりもします。そういったことはお考えいただいてますでしょうか。局長。英語の重要性ということにつきましては、議員も今お話があったように同じ思いでございます。国も平成20年度東京オリンピックの年になりますけれども、その時に小学校5、6年生の英語の強化化に向けて動いているところでございます。ただ本市の状況ですけれども、 ALT につきましては中学校に各1名ということで5名を配置して、そして小学校には月1回程度の授業で外国語に慣れ親しんだり、あるいは外国の方々と積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図っているところでございます。まあ、英語が話せるというような狙いで考えますと、今議員言われましたように時間がもっといるのではないかなというようなこともあると思うんですけれども、英語というツールを用いてコミュニケーション能力の素地を養うという、今私たちが考えているこの目的でありましたら、これ以上拡充する、あるいは重点を中学校から小学校に移すというようなことは今のところ考えておりません。4番木南祐樹議員。今のところ拡充する予定はないということなんですが、これもですね、やはり
特色として考えていただきたいなというふうに思います。現状のところの現状の中で、この前夏休みに子どもさんたちが来られた英語、ああいったのって素晴らしいことだと思うんですよね。ああいったものでいうと、やはり子どもさんたち、いわゆる児童にその教育の場をできる限り与えていただけるように、そういった部分を考えていただきたいなというふうに思います。その中でですね、まあ、最後になるんですが、あの施政方針の中でふるさとの未来を担う人材育成のまちづくりとあってありまして、きめ細やかな教育推進事業とあるんですが、やはりその我が子をきちんともらえるような環境づくりというものをお願いをしたいなと思うんです。やはりあの国の指針として、あの人数というのは決まっていると思うんですが、やはりその学校学校によって違いますので、加配教諭というものを増やしていただきたいなというふうに思います。まあ、認定こども園、いわゆるこども園に行きますと、やはり私立の方がどうしても先生が多いように見受けられますので、やはり先生が多ければ多いほど、まあ、我が子を預ける親としてはやはり安心もできますので、そういった私立と公立の先生の数の一緒にしていただいたりですとか、また小学校におきましても、やはり先生がずっと子どもさんというか児童をずっと見てますので、やはり事務仕事が多いと。教師としては学校の児童に向き合うのが教師だと思いますので、事務仕事が多すぎると、やはり教師としてなかなか、どうなのかなと。その部分でいうと、専科の先生を置いていただいたりした時間を使って事務仕事ができるだったりですとか、またあのそういった事務仕事ができるような先生、いわゆる児童にもっと向き合っていただけるようなために、加配教諭というものをもっと市として増やしていただきたいなと。中学校に関しても、なかなかやっぱり、ちょっと言い方を考えずに言いますと、荒れている学校とかいう形に言うと、やはり我が子を預けたくないなという思いがあると思うんです。そこで言うと、生徒指導をできる先生をたくさん増やしていただいて、あの勉強をしたい子には勉強をもちろんしていただいて、でどうしてもちょっと生徒指導が必要な子には少しちょっと出ていただくような形で、一緒にまた生徒指導から始めれるような、いわゆるもうこの先生の数というのは、まあ、地域も増や地域を通してでもありますし、まあ、部活動に関しても、まあ、専科の、スポーツが、例えばサッカーではサッカー専門の方に来ていただいて部活動を教えていただくのも一つだと思いますし、無理して全て学校の先生がやるということではなくて、地域の方に守っていただくなり、一緒にやっていただければ地域ぐるみになるのではないかなと思います。その部分で、まあ、加配教諭という部分ですね、これをやはりあの、まあ、これから、市の予算の編成時期になると思いますので、そういった部分も増やしていただいて、もう教育に充実した形をしていただきたいなと。先ほどの市民病院でもそうなんですが、1億でもちょっと解消されれば、年収500万の先生であれば20人雇えるわけです。20人先生が雇えれば、何人の子どもが、教育を受けれるかということになると思います。ぜひ限りこういったやはり市として、特色教育に対して力を入れているというようなところをいただければ、やはり、これから辰野市に住みたいなという子さん、保護者もまた安心できるんではないかと思うんですが、こういった教育現場の人件費の増加とかを見直していただきたいなと思っているんですが、市長としてはいかがでしょうか。市長。住み続けたい町、まあ、住みたい町の大きなその魅力の一つはですね、先ほど来からご指摘をいただいておりますように、まあ、子育て環境を改善する、そして教育環境も改善して学力の向上も図るという、まあ、そういうことが非常に大事だろうというふうに思っております。まあ、その点からするとですね、あの教諭の、まあ、先生方のですね加配というのは非常に重要な施策であろうかというふうに私も思います。あの豊かな個性、そして多様性を備えたね、そういう将来日本をたくましく担う人材を育成するためには、やはりその学校の先生方の温かい眼差しというのが一人一人の子どもに行き渡りやすい、まあ、そういう環境を作るというのはこれ非常に重要だろうというふうに思います。合わせてあの申し上げるならば、これからの認定子ども園化を進めていきますので、その幼児教育の分野においては、ある程度園同士を統合したりとか、そういうことも行われますので、そうしますとあの学校の先生方、あの
幼稚園教諭の先生方のその定員的には少し余裕ができるということが起こりうると思いますので、そういう方々を積極的にですね、幼児教育の現場に入っていただいて、幼児教育の段階から充実したものを作っていきたいというふうにこれは考えております。で、加えて申し上げるならば、これは私の考えでありますが、小中一貫教育のようなものもですね、充実するし、で幼小の間もですね、お互いに学校の先生方が行き来できるような、もう連携ができるような、そういう状況を作って、小1ギャップなり中1プロブレムを解消していって、その子どもたちが本当に健やかに学べるという、学びたいという、まあ、そういう教育環境をですね、これからも教育委員会とも力を合わせて私自身としては作りたいというふうに思っておりますので、ぜひご協力をお願いしたいというふうに思います。はい、4番木村祐樹議員。はい、それを期待いたしまして一般質問を終えさせていただきたいと思います。ありがとうございました。